エアは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。2017年の人口は836人。市街地とローマ橋ビスカヤ県の県とビルバオから 50km 北東にあり、大西洋のビスケー湾岸に位置する。小規模なエア側の河口の両岸に町が形成されており、エア側には4つの橋がかかっている。最古の橋はローマ橋と呼ばれ、 その名の通り中世に架けられた橋である。小規模な漁港もあるが、主産業は農業、林業、牧畜業であり、バスク地方の典型的な風景の中に多くの農場が分散している。河川の両岸に一つずつ、計二つの境界がある。この地域は、ナチトラ教区とベダロナ教区を中心とする農村地帯だった。16世紀には、両地区の漁師たちが、 エア側の川口部に新たな居住地を形成した。200年が経つ頃、川口部に形成されたエア地区は、ナチトラ地区やベダロナ地区よりも重要な存在となった。ため、両地区とエア地区をまとめて、エアの自治体が設立された。毎年6月23日夜から26日までには、産ア案の祭礼が開催される。7月16日には、 両師の守護聖人であるカルメンの聖母の祭礼が開催される。7月31日にはベダロナ地区でサンイグナシオの祭礼が開催される。8月最初週にはネチトゥア地区でガチエグナロックフェスティバルが開催される。8月24日にはサンバルトロメの祭礼が開催され、パエリア大会、伝統的なバスクのスポーツ大会、ダンス大会が行われる。 詩人のガブリエル・アレスティは、下記にエアを訪れていた。アレスティに触発されたヘアのメンバーによって、2003年から毎年7月の3日間には、エア主催が開催されている。ありがとうございます。